ウトで皆さんこんにちは、シロズキッチンのシロです。はい、ということで始まりましたシロズキッチン。いやー、それにしても最近寒い日が続いて体調崩しやすいですよね。ということで突然なんですけども、皆さん体調崩しやすい時や体力をつけたい時、そんな時皆さん何を食べますか？そう、そんな時にはステーキをがっつり食べるのが一番ですよね。でも牛肉のステーキはやっぱり重いなと思う方結構多いんじゃないかなと思います。なので今日作っていくお料理は魚を使ったステーキをやっていきたいと思います。ということで今日作っていく料理はこちら、マグロのピスタチオステーキ。はい、今回はこれを作っていきたいと思います。お刺身用のマグロに細かく砕いたピスタチオを散らして衣にしてグリルパンで焼いたステーキです。なのでさっぱり食べられるけどコクのあるステーキに仕上がっております。特にね、女性なんかにおすすめのステーキになっておりますので、ぜひ皆さん試してみてください。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、
はい、それでは完成しました、マグロのピスタチオステーキということで、完成しましたマグロのステーキ、見てください皆さん、すごく美味しそうでしょう。今回ね、衣をつけて焼いて、さらに強火で焼いたのに、中はレアな状態に仕上がっております。だからね、カツオのたたきみたいな感じで、日本人には親しみやすいような味になってるんじゃないかなと思います。はい、ということで早速食べていきたいと思います。それではいただきます。これはうまいですね。お肉と違って魚を使っているので、かなりさっぱりした仕上がりになっております。なんですけども、ここでピスタチオを使っているので、物足りなさを補ってくれてますね。このステーキ、本当に女性におすすめのステーキになっております。今回ね、レアで仕上げてますので、まあちょっとね、もうちょっと火が入ってた方が美味しいなと思う方は、少し長めに焼いてもらえればいいかなと思います。ぜひお家で本格的なイタリアンを食べたいなとか、作ってみたいなという方におすすめになっておりますので、ぜひ試してみてください。はい、ということで今日はこんな感じで締めていきたいと思います。それではまた、ぜひこのチャンネルでお会いしましょう。